天馬神社は、京都府与佐郡与佐野町茅谷に鎮座する神社である。茅谷天満宮とも称される。2005年に、国の重要伝統的建造物群保存地区に、選定された、地理面街道の南方に所在し、茅谷地域一帯の数十の神社が、霊彩茅谷祭りを、同一日に行うようになった原点である。祭神は、菅原道真。丹波道主の子孫とされる。 細目倉彦,彦が菅原道真に仕え、道真が大宰府に配慮された後に、丹後に戻り、中軍二子に天神社を建てて道真を祀ったことを発祥とする。その後の変遷には、諸説あり、一説によれば、後に四つ辻の天神が丘に移され、さらに1328年に、茅野宮野の森に移り、1586年に安ら、山城主、 有吉証言らによって現在地に放線されたとされる。A6 年間に有吉証言によって宮野から移されたとも伝わる。社が所蔵した様々な記録は原6年間に火災により失われ、定かではない。1926年に開通した茅帳鉄道の記念絵はがきの一様に北丹後地震で被害を受ける。 直前の天馬神社の姿が残る。一見者流れ作りで、銅板武器。主屋根の正面に、銅派府を置くのが、周辺地域では他に見られない特徴とされる。本殿後方の左右に、ある一時期、右殿、左殿と見られる、付属室があり、右殿には、照明飛行命、左殿には、大名持ちの命を祀った。この付属室は、現在はいずれも、物置となっている。 かつての本殿は、元禄年間の火災で消失したと思われ、現存する本殿は1733年に再建されたもので、京都府の有形文化財指定を受ける。1733年10月の胸札が現存し、それによると、大工は近世単語の名刀料として歌われるとみた、川内森伊佐を筆頭に、宮津城郭津や町の大工一族として知られる。 富田はじめもんが葬式、貢献、投領を務めた。同じく1733年12月の日和田武器の胸札によれば、日和田氏は宮津本町の一郎左衛門及び九兵衛、世話役は茅野町の王将屋である美藤前衛門らが担った。1901年の記録によれば、社殿の配置は突型をしており、東正面の大階段に整体して、東向きに建てられていた。 1927年3月7日の北、丹後地震で廃殿が被害を受け、その改築にあたり、被害のなかった本殿も地盤の堅固な場所を選んで移築された結果、現在は北向きに立つ。現存する廃殿は、昭和期に再建されたもので、設計は京都府議主の後藤柴三郎。北丹後地震による被災の後、コンクリートによる基礎工事を施した上で、 現在地に再建された。古建築に習熟した後等式がよく現れた建築と評される。入りも屋造り。雪行、両行ともに三軒の平入りで、正面に軒刀破布のついた木座端隠しを設け、正面と両側面に降欄のついた円を巡らした構造となっている。柱の間は前後と中央を除いて三枚折りの瞳戸である。かつての拝殿は、 入りもや作りで、雪行の中央を広く開ける割リ殿となっていた。雪行三軒、両行二軒の平ら入りで、三河瓦吹きだった。本殿の北方に稲荷神社を置く。切り妻作り、三河瓦吹き、妻入りのごく簡素な祠で、らで、1929年に、混流された。基礎に、コンクリートが使われている。早町行きを見下ろす天神山の山頂一帯を、 境内都市、境内を中心に、天神の森一帯が、府によって、天馬神社文化財環境保全地区に指定される。天神山の北方六には、天馬神社と同時代に移転してきたと見られる。実相寺、鳥居から、天神山山町の社殿につながる137段の、石段の両脇2384年創建の、吉祥寺と1599年創建の方、岩尾寺が向かい合い、 一帯は寺町の予想を呈する。天馬神社はその中心に位置している。拝殿前の鎌倉時代の石灯籠天馬神社の御輿巡行現在は4月最終週の土日を例祭日とし、近隣一帯の神社の祭礼とともにかやとに祭りを構成する。天馬神社は菅原道真を祭ることから男性神の社とされ、祭礼行列には、 男性神を引きつけようとする要素が随所に見られる。祭礼の中核はみこしで、神社に残る古いみこしの底板には、1762年に、計の二条通り、境間近くの職人の作によるみこしが寄進された、胸が記されている。みこしが137段の休憩者の石段を、上り下りする神事は、かやや地域の中でも特に知られたもので、巡行路は、 後年に開かれた幹線道路ではなく、近世初期に整備されたと推定される、旧街道に沿って細い道を幾度も折れ曲がる複雑な航路を取り、祭りが誕生した江戸時代の面影を残している。京都府与佐郡与佐の長官や五重の一重用、伝統的建造物群保存地区に選定されている、地理面街道に所在する。ありがとうございます。